韓国の医療企業であるオサングフィースケア COLTD が開発した新型コロナウイルス診断キットが、米国食品医薬品局の緊急使用承認を受けた。FDR は18日、ウェブサイト、コロナ19緊急使用承認のリストに、オサングフィースケア COLTD のゲネファインダーコイド19プラスレアアンプキットを追加した。 オサングフィースケア COLTD など、韓国国内の新型コロナウイルス関連企業が、週単位でキットを輸出しているものの、FDR から緊急使用承認を受けたのはこれが初めてだ。ゲネファインダーは、ルト PCR の方法で、新型コロナウイルスに感染しているかどうかを判断する。 感染直後に体内で生じる新型コロナウイルス遺伝子を確認する検査法であるため、初期感染者の選別に有用であり、精度も最も高いことが分かった。